皆さんこんにちは。今日は質問コーナーをやっていきたいと思います。以前質問をインスタで募集して皆さんから質問をいただいたので、今回は子育て編をやっていきます。すごい子育て系の質問多かったですよね。ね、皆さんありがとうございました。なので参考にできるかわかんないですが、私のじゃあ子育ての今日は話をしていきます。一番多かったのは、ゆうこりんはすごい優しそうなんですけど、お子様に怒ったりしますか、って嬉しい、優しいイメージあるんですか、逆によかったです。優しいイメージが世間にありました。優しくないです、優しくないですよ、はい、優しいんです。いつも私にも優しくしていただいて。いや、優しくない、子供にも優しくないです。結構怒っちゃいます。そうですね、そんな、なんかいつも、もっと優しい言い方できたらいいなってすごい思うんですけど、理想は絶対否定しない言葉で言いたいんですけど、もう全然そんなことできてないで、日々反省ですね、本当に。ゆうかちゃんから見たら、結構怒ってません、私。やっぱ男の子3人だと、やんちゃですよね。対1人とかならまだいいんですけど、3人揃うと3倍じゃなくなるから、おとなしい3兄弟じゃないので、もうとか、もうってなんか、もうママは牛になってるからってもう何度も言ってます。もうってなので、もう、はい、怒りますね、怒りまくってます。はい、じゃあ次お願いします。はい、次の質問いきます。はい、どうしたらママ友がたくさんできるのかアドバイスください。私ママ友はすごい少なくって、いつも決まったママばっかりで、私は結構この人と仲良くしたいと思ったら自分から結構ガンガン話しかけに行きます。あ、本当です。はい、じゃあ大学のお友達も結構話しかけていくっておっしゃってましたもんね。うん、いろんな人がやっぱりいるから、怖そうだなとか、ちょっと苦手そうだなとか、やっぱり思うママもいるから、そういうところにはあまり近寄らず、だけどニコニコ挨拶だけはして、きっと私が苦手だなと思ってるってことは向こうも苦手だなって思ってるのかなと思うから、なんかまあせめて挨拶とか、そういう天気の話とかはするけど、天気の話、また話しない人に対してやるやつじゃないですか。天気ね、でもまあ、でもやっぱりママになってから増えてます、天気の話。子育てに家事にお仕事、結構お忙しいと思うんですけど、なんかイライラした時ってどういう風に発散してますか。イライラします。イライラすると良くないじゃないですか、いろんなことが。なのでサプリ飲んだりとかしてます。なんかあと結構紅茶とか飲んでるイメージあります。ゆっくりしてるイメージ、紅茶飲んでゆっくりとか。誰かですか。ゆうこさん。なに、嘘、紅茶飲んでゆっくりないです。見たことあります。 いつも出していただけるし、全然お客さんでからですか。そう、今はこれあれなんです、ビューティー茶飲んでます。じゃあ私、じゃあ全然間違った印象を持ってますね。そうですね、まだエリカちゃんも私のことを全然知らない。ビューティー茶も 1.5 リットルぐらい朝作って、それをドンって置いて、今ちょっとこうやって出してるだけで、そんな優雅な感じじゃない。ポットにもうやってるだけなんで。へー、美味しい。でも私は優雅な感じが一切なく、でもそれじゃダメだって最近気づいたんです。なのでゆっくりする時間とかも作ろうと思って、今整理してます。本当にいらないものとか、子供も見てると、なんか結構長男習い事好きだったりしていろいろ習ってるんですけど、でもやっぱりゆっくりする時間がないと、なんかちょっと余裕が持てなくなりそうだなと思って、子供もそうだし大人も
あんまり入れすぎないようにっていうのはすごく最近心がけてます。あの小さい時から、うん、あのさせた方がいい習い事は何ですかっていうのもあったんですけど、何かあります？今の3人のお子さんは共通でしてた習い事とかってあるんですか？長男はピアノをしてて、男の子なのに珍しいんですね、うん、3年生までしてて、なんかピアノは脳の発達にっていうけど、どうなんですかね。でもなんか指先を動かすことってすごい良さそうですよね、ちっちゃい時から、うん、いいって言いますよね。あとはなんか音楽の授業の時とか楽譜読めたりすると、楽なのかなとか思って。次男は幼稚園でちょっとピアニカをやってたので、楽譜がそれで読めるようになったので、まあいいかなと思ってて、全部できなくてもいいと思うんですけど、体育も音楽も勉強もとか。だけどなんかピアノは動かすから脳にいいとは言われていて、一応長男次男やってて、あとは体操がやっぱりいいかなって。体操？体操、そうなんですね。なんか、うん、体柔らかくなるとか。なんか小学校までに体操教室に入ってると、そこで縄跳び、鉄棒、あとボールの投げ方、なんかこうなんかまっすぐ投げ方とか教わって。そういうの教わるんですね、うん、なんかそれは基本となる、なんか運動神経のなんていうんだろう、基盤になった気がして。なのでなんか体操と、私は体操、あとは英語は、ちっちゃい頃にすごいワールドファミリー聞かせてて、うん、長男次男とすごくあれですね、今英語リスニングとかも得意だし、やっぱりなんか発音とかも私と全然違うなって思っていて、ちっちゃい頃なんか何もしなくてもただ聞いてるだけでもすごく意味があったんだなって今感じてる。体操は私初めて聞いたので、なんかちっちゃい頃からそれこそサッカーさせた方がいいのかなとか、野球させた方がいいのかなっていう、そっちばっかりだったんですけど、体操って一つなんか新しい発見です。兄弟喧嘩が起きた時にどういう風に対処したらいいですか？あります、ね、ありますよ。結構してますか？しますよ。ちゃんと話を聞いてでしてあげたいんだけど、ついつい上の子にもう泣いてるじゃん譲ってよとかこれダメなのダメって分かってるけど、ついつい言っちゃうんですよね。長男が上ばっかり損じゃんって言ったんですけど、いやいやいや上の子が一番得なんだよって言って、うち男の子3人じゃないですか、はい、下の子たちお風呂ばっかり、全部新しいもの長男でしょ。確かに。でママと一番一緒にいられた時間が長いの誰だと思う？長男。でやっぱりなんか初めてのことだから結構長男にはなんか力を注いじゃうんですよ。そうですよね。そうなんで初めてだからね。なんでもみんな結局はなんか平等になるようになってるのって言ってでもそれ理解してくれてるんですね。あ、そうそうそう、それがすごいです。全然うまくまとめてないので、今度沼津先生に聞いてみましょう。そうですね、うん、今度 YouTube を入れてくれる予定があるので。そう、私の子育ての悩みは結構何でも沼津先生なので、なので今度聞いてみます。子育てされてると朝、うん、すっごい忙しいと思うんですけど、うん、何かしてる時短方法とかってありますか？時短？でも私容量が悪い気がする。だって4時に起きてるし。4時起きは本当すごいです。4時に起きてパッパやらないんですよ。4時に起きてからなんか LINE チェックしたり、ブログとかインスタのコメント読んだりとかしてるから、結局お布団出るのは4時20分かな。でも洗濯は夜に干すのはやるとか、朝は乾燥機入れられるものにするとか、そういうのは考えてるけど、あとなるべく面倒くさくならなそうなように事前にいろいろやるようにはしています。次はあのお子さんを、この方もお子さんを持つママから質問なんですけど、長男の反抗期がひどいです、そんな時ってありましたかって言われて、
ありますよ。ありました。今5年生でこの方は小4の男の子っていう感じですね。同じぐらい。うちも4年生の時ありました。へえ、そういうのあるんですね。あった。反抗期って中学とかじゃないんですか？なんか2ヶ月ぐらいなんかあったんですよ。10歳で大人になっていく段階になってて、なんかまあまあまあ甘えてたのがちょっと距離をなんか手をつながなくなっちゃうとか、なんか距離をなんかえみたいな感じだったんですけど、2ヶ月経ったらなんか戻って今また普通に手とかつないでくれるんですけど、なんか私が言うと反抗的な言葉が返ってきたりとか、結果的に短いからそんなに気にしてたらいつの間にか終わってたっていう感じですか？2ヶ月間はすごい辛くって、どうしようって思ってすごい悩んで、沼津先生にも相談して、でもなんか今まで結構長男って私がこれやってこれやってこれやってって言ってもなんかその勉強とかもこれだけやっといてねってダーンとか渡しても、なんか何も言わずにやってたんですね。で次男はやだよこんなにやらないよとかなんか言ってたのが、長男は割となんか何も言わずにやってたから、なんか自分の意思が出てきて、まあ、大人にこうなったんっていうことなのかなと思って、あとはその私が勝手に決めるんじゃなくって、なんかどう思うかどうしたいかって話して、でとにかくその沼地先生に相談した時にコミュニケーションを取ってれば反抗期は起こらないよって言われて、って言って、じゃあコミュニケーションが足りなかったのかと思って、すごい意見を聞くようにして、でもこうだと思うとか話し合うようになったら、そこから今落ち着いてるので、まあ、それも一個の成長みたいな感じなのかなと思うんですけど、でなんとか私は今とか今は落ち着いてるかな、そういうこともなく、これも沼津先生に聞いてみましょうか。そうですね、うん、答え出なかったですね、はい、すいません、おもちゃをどんな風に収納しているのか知りたいですっていう質問があったんですけど、見ます？収納されてないですよ、ちゃんと。え、いいんですか、見ても。いいですよ、じゃあちょっと見ましょうか。はい、じゃあ行きましょう。はい、とここがリビングの隣の殿になるんですけど、子供のおもちゃを置いてます。すごい今日はそのまんまです。普段のロケとかあるとちょっと片付いてるので、これが現実です。現実です。本もほらこんな適当に置いてある。本めちゃめちゃ多いですね。そう、本はもらったりとかもしたりとか、あとは私も読み聞かせだけはすごく大切にしてるんです。なんか私語彙力がないって受験した時にすごい先生たちから言われて、やっぱりなんか日本語の語彙力がなくって、で受験する前からも絵本は大切って聞いてたからやってたんですけど、受験した後より毎晩どんなに眠たくても一人一冊本を読んでから寝るようにしてますね。なのでこれ2階にもまだ本があるんです。これだけじゃないんですね。そうなんです。結構図鑑系とか多いですね。そうなんです。お話系も結構上にありますね。あとここが将棋、うちの子、将棋とか割とUNOとかも好きで、パズルゲーム、おもちゃみたいなのないんですか？ザ・おもちゃ。え、ザ・おもちゃってなんだろう。これブロックね。あ、こういうの、こういうのとかも多分好きです。でもまあ長男はやらないかな。三男もやる。これでやる。これ三男ですね。で、まああとは恐竜だったりとか、すごい汚い、こんな恐竜とか、あとは車のおもちゃ。そうです。あ、これが噂
噂のピアノですね。あ、ピアノね、ピアノです。私ピアノとフルートを習ってたんで。すごい。弾きますとか言って。え、弾いてください。はい、唯一覚えてる曲。じゃあいきます。やっといてあれなんですけど、参考にならないので、今度沼地先生にまた改めてニコの前も質問いただいたので聞きましょうか。はい、そうですね。私が機嫌よくニコニコしてれば子供たちもハッピーそうなので、なので私はなんか自分が今はなんかいっぱいいっぱいならなかったり、なんかちょっとハッピーになれるように、で子供たちの前にニコニコできるようにを一番今気をつけています。じゃあ今日の子育て編、皆さん見てくださりありがとうございました。また次の動画も見てください。皆さんありがとうございました。